ゆなです。マリアです。ゆなです。レイラです。ピンク、ラテ、ティ、ビ、始まるよ。イエーイ。本日の企画は先輩後輩入れ替えてワードウェブやってみたです。イエーイ。ちょっと一応私たちレイラというのは中3で、うん、2人が、中1か、小6で、小6と中2なんですけど、あんま年変わってないけど、ここは先輩後輩みたいな感じになってて、私たちが結構タメ口なので敬語で話しかけてもらうって感じなんですけど、タメ口にしてほしいけどね。そう、タメ口にしてほしい、できれば早めになんですけど、今回はそれを入れ替えて、先輩の私たち2人が敬語で、この2人がタメ口で話してワードウルフをしていくって感じです。はい。でワードウルフとはですね、例えば4人の中で1人だけ違うお題を渡されるんですよ。例えば3人は赤色だとして、で1人だけ黒色みたいなになって、それは何みたいな話題になった時に、明るいよね、明るい色だよねみたいな、その色でどんなことに育てるとか質問しながら、誰が1人違うんだろうって当てていくゲームです。1人になった人は私、自分がウルフってバレちゃいけないので、話を合わせに行ったりとかしてバレないようにしていきましょう。はい。ちなみに敬語とタメ口ですね、できなかった人は罰ゲームがありますので。 え聞いてない、聞いてない。え企画のなんか連絡とか書いてありますよ。罰ゲームです。じゃあ早速やっていきましょう。ちょっと3つなんですけど、じゃあせーの、どうぞ。ワードウルフ2分でいきます。はい、よーい、スタート。レッツゴー。私はしたことありません。私は経験はあります。そうなの。マリアもない。そうなんですね。それはされて嬉しいです。嬉しいノイズだったり、確かに嬉しい。そう思います。人によるかな。まあ、それはそうですね。私はあんまり好きじゃない。違う方法がいいってことですか。そうです、そうです。違う方法がまあいいかな。え、なんかゆずはちゃん怪しくないですか。怪しくないですか。ちょっと怪しい。怪しいです。怪しい。え、ちょっと、え、待って、ゆずさん、ここにいる。レイラちゃん怪しいと思ってたんですけど、え、多分あなたが話題違うからです。あなたがそういうこと。はい。え、ゆずの話題違うの。わかりません。え、待ってください。この3人はしたことがないじゃないですか。ないない。で、したことあるんですよね。そう、されました。マジですか。はい。1回だけあるんですけど、でも私はない。なんか違うように思えてきました。確かにゆずは賛成です。え、待って、わかんないです。なんか、マリアちゃんとは一緒な気がしてます。ゆず、レイラちゃんと一緒な気がする。なんでですか。え、一緒だよ。いっせーので、指刺さった。この人がウルフだと思った人に指刺してもらいます。いきます。みんな決めた。はい、はい、いっせーのーせ。お、ゆなに3。なんでで、レイラ2。あ、1。びっくりしました。じゃあレイラからちょっと理由簡単に。否定じゃないけど、なんかレイラ違くないみたいな感じで、なんか言ってて、うん、すごい、なんだろう、え、経験したことあるのみたいな、すごい聞いてきたんだけど、まあ、あんまりそういうのないと思うんですけど、なんかその別の他の方法の方がないのかな、ないと思いまして、ゆなちゃんがめっちゃゆずとレイラちゃんのこと怪しんできたんですよ。そうだよね。そうだよね。あと、なんか質問しててあんまり自分のこと言ってなかったイメージ。確かに質問するだけで自分のこと言ってなかったか。確かに。なんか、うわ、やばいやばいやばい。なんかめっちゃ見透かされてる感じがするけど、違うんです。全然なんかめっちゃ質問しちゃったんだ。で
もなんかミラちゃんが最初にユザガちゃんは怪しくないみたいな、それ言った後にレイラちゃんも怪しくないみたいな、どんどん怪しいを広げていって怪しいと思いました。確かに絶対的に私じゃないと思ってるんですけど、自分じゃないって思いすぎたのかもしれないかな。なんか最初なんか全然話さないから継続してるのかなと思ってユザガちゃんって言ったんですけど、その後なんかちょっとなんかレイラちゃんと違うような気がして、喋りすぎたのかな、レイラちゃん、いろいろ言いすぎたのかな、情報量が多かったよね、多かった、みんなと言ってたから結構喋ってた。じゃあちょっと結果発表お願いします。はい、じゃあ、はい、第1回戦目のウルフは、ユナがウルフ、LINE で告白をするでした。私 LINE で告白だったら断っちゃうかも。え？わかる。断ったことあるのか、やばい。手紙だったらちょっと嬉しいなと思ったの。LINE だったら私でも絶対だって言うから。あ、確かに。ちょっとすごいわ。やばいよね。すごい。よーいスタート。それは好きですか？私はめっちゃ好きです。ゆずもめっちゃ大好き。へー、あんまり好きじゃない、好きでも嫌いでもないみたいな感じ。なんか多すぎても嫌だ。多すぎても嫌だ。なんていうの、あ、そのお題の物量がってことですか？お題の質が多すぎる。あ、世界中に溢れてたらってことですか？違くない？いいよって。え、どういうこと？私、マリアちゃん好きだと思ってます、この舞台の。あー、好きだよ。だよ。わかんない。マリアちゃん違うよ。え、違うと思う。そうですね。だって、好きそうだもん。なんか、マリアが好きかはわからない。だけど、好きそう。好きそうなイメージがある。イメージがある。イメージがある。あ、あり、あ、糸停止。テーマ、罰ゲーム。こちらを使ってモノボケをお願いします。笑ったけど。ワンワン。かわいい。ありがとうございました。あ、オーディション今モノボケ選手権みたいな。ありがとうございました。ありがとうございました。え、好き。いいよいいよいいよ。あ、あ、待って待って。こちらでモノボケを。え、難しい。お願いします。いらっしゃいませ。こちらの靴下は100円です。皆さんどうぞお買い上げくださいませ。お買い求めくださいませ。これはモノマネなんです。モノマネみたいな。店員さんモノマネですね。店員さん。好きな人がそれだったらどう思う？私はじゃないよりそのお題の人の方が好きです。私はそんなに好きではない。ゆず好き。マリアちゃんなんかあんまり好きです。だ、その人のことをあまり好きにならないと思います。ないと思います。あ、あ、めっちゃ喋った。敬語を使ったんで。一番喜んでるよ。これでモノボケをお願いします。え、じゃあマリアのモノボケまで3、2、1、どうぞ。ミッフィ？違います。違います。これなんかマリアちゃんはお題の人とお題とあの
坊主が好きなイメージがある。私もです。確かに。え、濃いですよね。終了。やばい、怪しい人結構いるって感じ。じゃあ、ウルフと思う人に指差しお願いします。いっせーので。え、なんで、マリアに3、レイラもマリア、はい、マリアで、ユズに1。なんで、うん、なんで、大丈夫よ。私はマリアちゃん、あ、もうお題見た瞬間マリアちゃん好きそうなと思った。かうん、だから好きじゃないって言って、え、なんかそのお題の反対の人って言うじゃん、これやったらこれみたいな、反対の人あんま好きじゃなさそう、なんか頼りがいないとか言って、そうだから違うかなと思いました。なんか雰囲気というか、なんていうの、マリアちゃんと話がちょっと噛み合わない。マリアちゃんがうん、喋らなかったのと、ちょっと探ってましたね。うん、探ったマリア。なんか最初のなんかマリアちゃんが来た時に、そのお題の人好きって言ってた気がした。マリアちゃんかって。まあなんか喋ってなかったなみたいな、ちょっと違うかなみたいな。うんうん、マリアちゃんはなんでなんでだったっけな。なんか意味わからないこと言ってた。絶対かんじゃん。絶対かんでしょ。意味わからない。意味を言ってるのは、それはいつもです。あ、もともとなので、本人の自覚済みの症状。すいません。あ、ここへ招いてしまって、すいません。謝罪会見も。はい。じゃあ結果発表お願いします。はい。今回のワードウルフだった人、ウルフの人はレイラです。待って、合わせた？うわー、じゃあマッチョ？マッチョ？でマッチョですよ。でマッチョ好きじゃん絶対。マッチョ好きじゃん。レイラノリラの。余裕じゃん。完全に乗ってます。でもね、これも自分のあんま言ってないというか、まだ合わせただけ。確かにさっきより自分のこと話してない。私の戦法だ。確かに。でも質問はしてないし、確かに何も探ってもないし、ただそうだねって、そうだよねみたいな共感してた。うわ、悪いだった。そうだった。なのにめっちゃ物ボケしちゃったんで。じゃあ単純に私たちは勝手な憶測で好きそうだから。え、マジで絶対、だって、え、待って、じゃあ2回戦目はレイラの完全勝利だよね。はい、ということでですね、無事終わりました。楽しい、これめっちゃ楽しい。でも結構なんか敬語とタメ口あんま関係なしでワードウルフ楽しんじゃったんですけど、はい、一応罰ゲームは受けた。2回やっちゃいました。これ意外と楽しいね。騙す側が上手だとすごいですね。私みたいになんか、とりあえずなんか自分じゃないって思ってやってる人はちょっとダメなんですけど、ちょっと上手な人ってやったらゆずはちゃんすごかった。ね、すごい、絶対しゃった。うん、あ、ちなみにゆずはちゃんは絶対しゃだっていう確信が、あ、わかります。なんか違くないとか、うん、あ、合ってるわ、自分で何なん言っちゃうもんね。言うとこあれだ。じゃあなんでマリアは分かんなかったの。もう先入観。もうマッチョ絶対好きやみたいな。先入観が勝手にそう思っちゃう。妄想が激しかった。これつるで。一番妄想が激しかったかも。なんか、ね、あ、一番最初の挨拶の時。あ、こういう感じの子なんです。すいません。これでマリアちゃんはなんか騙されました。騙されました。だからウルフみたいなもん。毎日ウルフ、毎日ウルフ、ね、これから毎日ピンク TV でもウルフやり続けていくので、これからも見てください。はい、はい、ということで、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知音よろしくお願いします。バイバーイ。